2022年2月3日木曜日午後5時の生放送です。もう花火が一つポンと上がりました。さあボンが鳴りますでしょうか。ちょっと、なんだ2、3、4、5、やりました。なんか知らないけどやりました。なりました。このですね、まあとにかくなったっていうね、このノリですね。ノリ巻きに巻くノリじゃないですよ、ノリです。で、ボーリスデーのことをお話ししましょうっていうのでね、木曜日金曜日はボーリスデー、昨日はそのボーリスのことをじっくりまったり語ってほしいなっていうようなね、ご要望の声があって、あ、そっか、そういう声があるんだっていうことをね認識したわけですけど、私は実は2014年のクリスチャン新聞に11回の連載ね、ボーリスのことにまつわる連載をね、神の国の種芽吹いてっていうのを神のクリスチャン新聞にお載せしたんですね。これなかなかね、書くのがね、一生懸命書いたわけです。すごいね、もう筆がササ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 ッといく人がいるけど、私の場合はなかなかそうもいかないっていうかね、もうなんか絞り出すような感じで書いたなっていうね記憶があってね、まあそれはネットで読めるようにしてますから、興味のある方はね見ていただいたら、どういうページかというと、まあちょっとね広告しますとね、自分が書いた記事もやっぱりたまにはね広告しますと、なんかこれ、あ、これ左右繰り返しがね、ちょっとね、あ、これやってる最中に携帯電話の機を変えることはできませんとかって言われちゃった、こうひっくり返しするとね、目玉の位置が変わっちゃうんですよね。だから今ね、これグッといつもだったら置いたままでね向こう向きにできるんだけど、目玉がね下に来てるわけ、この辺に来てるわけですよ、この辺に。だから持ち方が変だったら隠れるしね、こういうものですよ。第1話プロローグとかね、神の国の種芽吹いてボーリス商店50年、なんか生放送ずっとやってたらね、いろんなことをこうね、でこれね、ミッチー本舗 .com ね、ミッチー本舗 .com って入れたらここにたどり着いてくることができますので、こういう内容です。でこれをポッとねクリックするとこういう風にですね、この紙面に載った形のものがご覧いただけちゃいますよっていう形になってるわけ。でこれだったら第2話だったら、琵琶湖を走るガリラヤマル、どんな話だろうってパッとこうね、琵琶湖を走るガリラヤマルですね。これから第3話、教育の理想を形に近江兄弟社、学園同志社などって、これポッとねやるとこういう風なね写真が出てくるという具合でですね、でこの中で今日どの話をしようかなとかって言ってる間にね、またとか間に5分とか経ってくるわけですね。で第2部もあるわけですね。今日このね iPad を電池をひっくり返しちゃったわけ。ほんで妙ちくりなことになってね、初めあれ電池が逆だなって、そうするといろいろね不守備なことがありましてね、さっきの向こう側を映すときに向こう側を映すカメラが下の方についてるので、今自分でこう持ち上げてたわけですよ、 iPad 自体を。そうしないとさっきのに映せないっていう非常に不自由な形でね、
が琵琶湖を走るガリラヤ丸、うん、祈って精霊に委ねる信仰って、こういうところはね、あんまり他の人が書いたことがないところで、そのなんていうかね、福音派の著者である私が書いた面目役にっていうところですよ。それから多彩な人材を輩出、諸事業でも協力、そしてもっと外へ。これなんてね、こういう観点切り口で書いた人ってあんまりないかもしれないですね。でこれその近江兄弟社の法人、財団法人近江兄弟社の事務局長をしてる Y さんっていう人が、まあ、なんか持ちかけてきたわけですよ。クリスチャン新聞とか100万人の福音とかそういうところにね、っていうのはボーリズが亡くなって50周年、2014年がそういう年になるから、なんかこう紹介するような記事を出してもらうことってね、出したらいいんじゃない的な言い方ですよ。で三浦さんもボーリズのことを書いてね、そういう原稿をいろんなところによってね、それを自分のビジネスにしたらいいんじゃないみたいなことをね言ってですね、それが未だにこう頭にこうの隅っこにこうこびりついてるわけですね。でボーリズボーリズボーリズっていうのが出てくる出発点はそこだったわけ。まあその前に近江兄弟社、株式会社近江兄弟社、昔はメンソレータム、今はメンタームね、その塗り薬ですよ。それを作ってる近江兄弟社の社長さん、この人が岩原さんって再建した人ね。再建したっていうのはこけそうになったっていうことですね。もうボーリズもなくなって十何年か何十年か経って、まあいわゆるこうなんていうかな、もうメンソレータムというのは、売ってください売ってくださいっていう、まあいわゆる殿様商売ですよね。営業努力とかしなくたって、そういう過去の名声にあぐらをかいてっていう形のビジネスに、まあ、なってしまってた。でそういう中で経営の危機が訪れて、でその商標もスーッと持っていかれちゃって、でアメリカのメンソレータム社とね、ボーリズはまあいわば口約束ですよね。ボーリズさん、あなたが日本でメンソレータムを売ったらよろしいですよって、ライセンスをね。で書面を正式に交わしてたわけでもないからでしょうね、きっと勝てなかったっていうことは。で結局そのメンタームという製品を、岩原さんっていうのは家中の栗を拾ったわけで、私すごいね、まあ、尊敬してるわけですね。だから倒産って言って、整理、会社整理っていう形になった時に、コンピューター室の室長とかをやってたわけよ。でもともとね、会社に入ったのは、近江兄弟社グループに入ったのはね、数学の先生としてね、新潟の出身なのに、なんか日本史が好きでって、私直接岩原さんにインタビューしましたからね、よく覚えてますよ。で関西はすごいこの日本史、日本の歴史ね、古いものにゆかりがあるような場所がたくさんあるからね、そういうとこで生きてみたいな、仕事をしてみたいなということで、近江兄弟社のね求人に応じて岩原さんが最初は数学の教師として来てくれたわけだ。ところがその近江兄弟社グループだから、人事としてね、株式会社近江兄弟社への人事になった。そういう学校の先生やってた人がね、もう薬のメーカーであり販売会社であるところにね、そういう移動があるっていう、近江兄弟社面白い、まあ、それだけでも面白いけど、まあ、数学の先生だからコンピューターとかそういうこと分かるだろ。だから今みたいにパソコンが普及する前で、この大きなコンピューター室があったんでしょうかね。そういうのは、まあ、数学の先生やってるような人だったらね、理屈も分かるだろうし、使いこなすこともできるでしょうから、やってくださいっていうことになったのかな。そう聞かなかった、なんででしたんですかって、そこは聞かなかったけど、そしたらその会社が危ない、整理というようなねことになっ
で、そういう時に岩原さんが一生懸命その対応の走り回ったわけだ。債権者に対してとかね、取引先に対してね。で、そういうのを見てて、あ、ぜひ岩原さんが社長になって再建しませんかというような声もあり、で、その時にそのメンソレーターも商標は持っていかれちゃってるし、どうしよう。ところがね、メンタームという名前で売ることができるっていうのがね、その戦争中にメンソレータムの類似品をいろんな会社が出したわけよ。で、ボーリスが訴えたかどうかわかんないけど、まあ、近江兄弟社としては、そういう類似品を出した会社を、まあ、法的に裁判で訴えたところ、近江兄弟社の方が負けたわけですよね。メンタームというのは一般名詞で、誰でも使ったし使えない。だから、当時のその、反アメリカ的なね、そういうものも手伝った判決だったんでしょうか、わかりません。うん。とにかく、近江兄弟社の方が負けて、メンソレータムっていう名前で誰でも作りたい放題、売りたい放題ってなっちゃった。だから、近江兄弟社にとっては、もう困ったこっちゃなっていう判決だったんだけど、それが一転して、ボーリズもいなくなって、会社の危機になって、メンソレータムっていう商標をね、スーッと持っていかれちゃって、その時にメンタームっていう名前は誰でも使っていいんだった、裁判でそういうことになったんだった、じゃあ自分たちがメンターム作って売ろうぜっていうことで、今近江兄弟社が作って大いに売ってるメンタームですよ。そのドラッグストアとかね、それからまあコンビニとはあんま売ってないかな、そのメンソレータムが売ってるところに並んで結構メンタームってね、ポップ出したりして検討してますよね。で、何の話をとしたんだっけ。そう、ボーリズ本体だから、その再建できたってのは一生懸命もう自分たちで、もう小売店一軒一軒回ってね、ご挨拶して嫌味も言われながらね、お、近江兄弟社の営業の方の顔って初めて見ましたわとかってね、すごい殿様商売だったわけだから、これまでそういう嫌味もおそらく言われながら回って、だんだんと、でもそういうことのこう追い風としてですね、近江兄弟社が築いてきたこう社会的な信用ですよ。だから会社整理っていう時にね、ポンとこう記事になって出ちゃったわけだ。でね、一家に一つメンタームの謎っていうね、これ私書いてますけど、これですね。で、これがこうハイドさんって言ってメンソレータムを開発した人ですよ。で、この人もね、かなり晩年になってその薬を発明してね、それでもうすぐ大当たりしたわけ。それまでね、泣かず飛ばずだったわけ。その薬、波乱万丈、不屈の人から贈られ理想実現を鼓舞ね。波乱万丈、不屈の人なんですよ、このね、ハイドっていうのが。で、これ工場の風景ですね。それをボーリスが贈られて理想実現を鼓舞、いい見出しだよね。新聞記事らしい見出し。あー、そういうひっくり返し、左右ひっくり返し、ポンしまして、いやー、これ語り出したらね、いくらでも語れちゃうんだよね。なんでハイドがね、ボーリスにそれ売れっていうことになったのか。で、すごいこの浸透した、まあ今再建の話をし始めたので、その線でいきますと、学校をやったり福祉事業も起こしましたしね、ボーリズ建築非常にこう社会に貢献してる、だからまあ理念のある実業家ですよ。ボーリズ実業家、ボーリズですよ。それでね、その実業家列伝みたいなね本があって、それを書いた人、その十何人が非常に特色のある実業家を挙げてるんだけど、まあただ一人、まあ一つ柳メレルっ
って日本国籍に入ってるから日本人なんだけど、まあ人種としてね、まあ移植ですよね、アメリカから出てきたわけだから、でこれはもう日本の経営者として入れざるを得ないということでボーリスを挙げてその評伝を書いてるわけですが、その本がね、見せたらいいかな、これ見に行ってね、すぐ出てこない。ボーリスの話はね、ずっと並べてるんですよね。だから比較的見つけやすいんだけど、あ、これだ。この本。経営者の精神史って、こういうね、山口さんっていう人。うん。で、ボーリスの顔は入ってるでしょ。うん。メンタームのアマスコットだよね、この。小さな看護婦さんじゃなくって、なんか天使みたいな感じ。うん。そのだから会社整理っていう危機の時に、あの尾身兄弟氏はだから一般紙の一面だったか社会面にボーンとね、しかもね、創設者はボーリスの顔写真と一緒にね出たわけですよ。だからボーリスもう亡くなってってるのにね、こんな会社がもう傾いて整理ってもう面目もないっていうかね、こういうところに引っ張り出されてね、ボーリスのね後輩たち一体何やってんだって、そういう状況ですよ。もうボーリスもまあ、あの草花かけて泣いてるだろう。ところがね、その記事が出て近江兄弟社の危機を知った人たちが、いやー近江兄弟社がね、岩原みたいなのが立ち上がってやるんだったら応援しようぜっていう風がぽわーっと吹いて、で再建に至った。うん。それでね、岩原さんしみじみと語ってくれましたけど、再建途中ね、そう、冬に私取材に行ったんだ。でその時もそうだった。暖房をつけないでね、コート着てね、だからもう支払いは全て現金支払い、現金決済ね、あるお金だけ使う、借りるというのはしない。それでもう経費節減で冷暖房もしない、でも徹底してね。だからこう、まあ実際の数字っていうこと以上にみんなのこうモラルをね上げるっていう狙いがやっぱ経営者岩原さんとしてあったと思うんだ、今にして思うんだけどね。でみんな、そうだ、もうそうやってでも票を食いしがって待ってでもやるんだっていうのでね、一軒一軒回って、それで再建したっていう話があるわけだけど、その背後にやっぱりボーリスが成し遂げた大きなね、その社会貢献ですよ。社会貢献ね。うん。だからこの他の人は全然クリスチャンでもないし、生粋の日本人ばかりで、その中にこういう感じの本の中にね、書かざるを得ません、ボーリスのことは。うん。そういう経営者ボーリス。うん。それは岩原さんすごいやっぱり感動して語ってました。でそのボーリスさんが、あ、クリスチャンだったんだ、俺もじゃあクリスチャンにやっぱりなろうと思ってね、ほんで洗礼を受けたって言ってました、岩原さんね。うん。それでクリスチャン新聞タイムスリップ第2部にね行くんですよ。1部が今日は長かったね。第1部からもうね、クリスチャン新聞みたいな感じで、今日準備してた号がね、懐かしいね、10月何日号かで、私の連れ合いがかつて関東で勤めていた保育園でね、シャローム保育園っていうのは懐かしいのが出てきたんで、ついついね、もう市場を差し挟んでね、移すわけですよ。シャローム保育園ができました。でこのシャローム保育園さん、クリスチャン新聞に何回もね求人広告出してくれましてほんでそのシャローム保育園建築に着手って書いてるでしょね。うん。で求人広告をその後何回も何回も出してくれるっていうことがあって、それを見てね、連れ合いは四国からね、四国から横浜のシャローム保育園に求人に応じてね、学校はね、阪神館の学校ですよそれでね、だから四国の出身の人なのに、あのシャローム保育園に勤めてるから横浜にいたわけだ、住んでるのも。で私が独身の身切り、
まあ仲良くしてるね友達ね、でそのお家に、それで彼らもそうだ、当時関東にいたんだよね。そうだから後に私の連れ合いになる人がまあ遊びに来て、関東だからね、うん、そこから話が発生した。どっちも今関東だし、だからシャローム保育園がなかったらね、またシャローム保育園の広告をクリスチャン新聞が載せてるっていうことがなかったら、我々の夫婦は誕生してないっていうことですよね。だからクリスチャン新聞っていうのが私の人生、個人的にも影響を及ぼしてるっていう、改めて考えてみたらそういうことをね、思い起こさせられる。うん、でその同じ号にロッキード事件とかがあった、それを受けてまあ記事が出てるわけだ。こういうのですよ。これは論説、一面の論説ね。市民の政治家の機会に総選挙を迎えね、こういう記事をクリスチャン新聞がね、これ一面なんです。ちょっとね、横にずっと動かすのがねうまくできないんですよね。一面なんですねこれね。うん、だからその政界の浄化ね、きれいにするっていうことが、そのもうクリスチャンでなくっても、だから三木武夫さんっていうような人がね取り沙汰されたり、それから伊藤さんっていう人もね、この人は清廉な人だからこう一言首相になっていただきたいって言ってね、ヘリコプターで伊藤さんの家の屋根を移したらね、お金を節約してね、ペンキ塗ってないからもうサビが出てるっていうようなね、そういう時代の状況ですよ。でそういう中での総選挙っていうのが、ロッキード問題から政治家一人一人の道義的責任が厳しく問われている中での総選挙である、それが特色である。政治家として清潔な人を選びたい、それによって清き一票を正しく行使することになる、ね、周辺に汚物臭を漂わせている人は避けなければならない、ね、これクリスチャン新聞の 論調っていう題ですわ。人かどうかっていうことを今まで選挙で言われてきたけど、その人というのは政策であり、党とは組織任せであったが、どちらも麻痺してしまってる、ね、政策も党も麻痺してしまってってる現状だったら、投票箱そのものを我々はこう拒否してしまうような気持ちになる。しかしそれでは日本の政治界ってのはいつまでたっても浄化されない。それで今回ほど党という組織の中で清潔という大きな存在感を与えられている人物を選ばなければならない時はない、こういう論調ですよ。うん、で第2としては多党化時代を迎えたこと、捕獲白昼といわれる状況、ね、政治家の見識が強く問われる、ね、確固たる信念を持って、自分なりの政治信念を堂々と持っている人物こそこの時に必要であるというクリスチャン新聞の論調。右と言わず左と言わず、民主主義を実行するため自分が政治家としてしょっで立つべきものは何かを正しく掴んでいるということである、ね、それは政治家がもう一度庶民の中に戻って、庶民の中に戻って市民の政治家、まあ、政治の市民家って言ってもいいんじゃないかな。私が論説書いたんだったらそう書いたかもしれないね。測らなければならない。今までのように庶民を選挙の時だけの評伝と考え、選挙が終わると赤じゅうたんにふんぞり返る先生となり、政治の民主化をなどと面接しても始まらない、ね、そういう政治家の進出はもうごめんにしたい。それが今全然実現してないっていうかね、もっと悪くなってるかもしれないっていうことをね考えるのはもうすごいこう残念ですよね。そう思うわ。そういう状況ですよ。それでね、ちょっと待ってね。
こういろいろとねやっとりましてね、いろいろをいろいろにやる生放送で自分で何でもやるから、こう画面をねその同じ号にそのクリスチャンで正解に出た人、これね今ね聞かないんですよ、キーボードが。キーボードとマウスを連動させて画面が大きくなったりちっちゃくなったりっていうのがねできるはずなんだけど、それがね今できなくなっちゃってるんだよね。あれこれわいわ電池が今落っことした時にね電池がねポコッと1個飛び出しちゃってね、で効かなくなってたんだ。今電池入れました。あ、そしたら効いたわ。ちょっと写真ね、もう25分じゃない。衆議院総選挙に規制連が7人だとね、荒野の死にじゃないけど、こうですよ、衆議院総選挙に規制連、規制連ってのはキリスト者政治連盟、この中に、土井貴子とかね、田辺誠とかね、川上民夫とかね、もう今となってはみんなこう懐かしいっていう顔で、こういう顔ぶれで、出たことがあるわけですよ。で、さっき名前が出たような人はみんな社会党で、その隣の記事がね日本キリスト党なんですよ、武藤富美男さんの。で、その昨日やりました日本キリスト党を考える座談会の第1回、まあちょっと見ていただきましょうか。こういう形ですね。で、この下にさっきのそのクリスチャンの政治家、これねちょっとごめんね、それの隣に斜め下にこれがあるわけだね。こういう形なんですよ。で、時間は押してくるしね、それでもこう落ち着き払ってやるのがね、やっぱ私はいいですね。もう慣れたもんですよ、聞いてる方もね。ですからもうこういう状況にね慣れてるっていういいですね。で、その武藤富美男さんは川上譲太郎なんかと話してる時にね、いや社会党の中だけでやってたら拉致があかん、キリスト人と作らないかんって言って、片山哲先生からキリスト者政治連盟と呼びかけられてた、で川上譲太郎先生にキリスト者政治連盟を作ったらって言われてるんですけどどうでしょうってね武藤さんが相談したんですよね。そしたら川上先生が土器を含んで、君はキリスト者の政党を作ると言ったではないかって言われた。逆にね、で社会党の中だけではどうしても自分たちのやりたいことっていうのは実現できないっていうことを川上譲太郎が感じてたんじゃないかということを、まあ、武藤さんが言ってるわけですね、で、その隣に、まあ、今回の衆議院総選挙にキリスト者政治連盟の7人立候補で、まあ、さっき名前が出た人々ですね、西宮博士、田辺誠、この人ね私インタビューしました、社会党の委員長の時にね、川上民夫、土井貴子、金子光家から佐藤雄二、小鳥哲郎っていうね方々、政党がねまあほぼ社会党の人が多いね、ね、おとりさん、西南学院大学ってことかな、反公害消費者運動などの育成指導、そういう社会運動の方からね出た方もいるし、この人もクリスチャンということで、キリスト者政治連盟というところに名を連ねて、まあ、社会党から出たということでね、規制連から7人が立候補、ということなんですね。
そういうことでお聞きになっているあなたに天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今日の生放送これにて、失礼させていただきます。お聞きいただいて誠にありがとうございます。煩悩なる前、煩悩なる前。